皆さんこんばんは、松下幸雲です。今日はですね、皆さんからいただいた質問に対して、お答えをしていきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。松下幸雲の今夜もカットマン。早速ですが、松平健二選手との動画で問い合わせがいただいてます。質問です。松下さんは個人指導等はしておられますか？金額、場所等を知りたいのですが、カット打ちがダメでという、視聴者様からのご質問があります。これは松下さんどうですか？個人的な指導やってないんですよね。実際やってないと、はい、まあ、今、社業がそれなりに忙しくて、はい、まあ、卓球をこうやる機会も教える機会もね、きれいに減ってるような状況です。まあ、何か機会あれば、こう動画を見ていただいている方々に対して、まあ年に1回ぐらいはですね、まあ、カットマンの卓球教室みたいなのをこうやりたいなっていうものは、あります。まあ、コロナの状況もありますので、まあ、その状況を見ながら、また募集などさせていただいて、まあ、その時に来ていただければ、お金はかかりません。かかりました。はい、もう、まあ、これからコロナの状況が緩和されたら、何か、まあ、やりたいなというふうに思ってますので、ぜひ、まあ、ですね、お待ちいただければなと。ありがとうございます。ではこちら番組ご覧いただいている、卓球スクールや卓球場で、カットマンの、松下さんのカットマン講座をぜひやってほしいというようなところがあれば、こちらまでご連絡いただければ、厳正なる抽選等々で、ぜひお伺いさせていただくと思いますので、ご応募のほどよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。